突然ですが、動画音声に入る前に1分間だけ宣伝をさせてください。皆さん、毎日の睡眠の質に満足していますか？もし少しでも気になっているという方には、こちらのグリシン3000テアリン200がおすすめです。でもサプリメントってなんだか信用できないですよね。しかし、こちらの商品は一味違うんです。そもそもグリシンとテアリンっていう成分は、それぞれがアミノ酸の一種であり、魚介類や緑茶なんかにも含まれている、非常に安全性の高い成分です。そしてグリシンっていう成分には、深部体温を下げる効果があるため、寝る前に服用すると、睡眠の最初の一サイクルで深い睡眠が取れ、睡眠の全体的な質を高めてくれる作用があると言われておりますし、テアニンという成分にも50から 200mg を摂取すると40分ほどでアルファ波という脳波が増えて気持ちが落ち着き始める効果があると言われております。僕も大事な予定の前日は爽快な目覚めが欲しいので、こちらをルーティンとして食べているんですが、緊張した日の当日でもすっきり起きられるようになった実感があります。というわけで、もし少しでもグルシン3000テアニン200に興味があるという方々は、ぜひこの動画の概要欄からチェックしてみてはいかがでしょうか。はるちゃんブレイクスルーズアーケースで今回なんですけれども、9割が騙されている睡眠に関する公開トップ5をご紹介していきたいと思います。皆さん、睡眠は22時から20のゴールデンタイムに取る方がいいとか、睡眠時間が長ければ長いほど健康だと考えてしまっておりませんか？実はそれらのあたかも真実であるかのように語られている睡眠の常識の中には、今では完全に覆っている常識が数多くあります。ということで、今回は9割が騙されている睡眠に関する公開トップ5をご紹介させていただきますので、この動画を参考にして毎日の睡眠の質を向上させていただければと思います。というわけで、早速いきましょう。9割が騙されている睡眠に関する誤解、1つ目は6時間睡眠で十分だということです。これペンシルベニア大からの研究で、6時間睡眠を2週間続けると、連続2日間睡眠を取らなかった時と同程度まで認知機能が低下することが判明しておりますし、たとえ睡眠時間を1時間削って作業時間を1時間伸ばしたとしても、作業による成果はむしろ落ちるとまで言われております。したがって、あなたは6時間睡眠で自然と目が覚めるショートスリーパーでもない限りは、毎日8時間程度の睡眠時間を必ず取るようにすると良いでしょう。というわけで、どんどんいきましょう。9割が騙されている睡眠に関する誤解、2つ目は睡眠時間が長ければ長いほどいいということです。睡眠不足は体に悪いのは常識ですが、睡眠時間が長すぎるのも実は体に悪いです。これサンディエゴ州立大学研究で、9時間以上睡眠すると認知機能低下、メンタルの悪化、モチベーションの低下など睡眠不足の時と同じような不調が現れることが判明しております。例えば昼睡眠で眠りすぎてしまった時に限って、なんだかモチベーションが上がらないなって時ってあると思いますが、それは寝すぎが原因です。したがってもちろん個人差ありますが、睡眠時間できる限り7から9時間以内の間に収めるのが最も適切であると言えるでしょう。というわけで、どんどん行きましょう。9割が騙されている睡眠に関する誤解、3つ目はゴールデンタイムを死守すべきだということです。昔テレビとかでよく流行った22時間2時の間に眠るようにすると成長ホルモンが分泌されて良質な睡眠が取れるという噂がありますが、これには科学的根拠が一切ありません。実際成長ホルモンは睡眠時刻に関わらず、入眠してから3時間後までにピークが現れるので、入眠時間を無理に22時間2時に固定する必要はありません。一方で、良質な睡眠を取る上で一番重要なことは、睡眠の最初の90分のワンサイクルで深い睡眠を取ることですので、細かい理由は省きますが、寝る 2,3 時間前には夕飯を済ませておく、寝る1時間前に風呂に入るという2点を徹底してから眠るようにすると、圧倒的に質の高い睡眠が取れると思うのでおすすめです。というわけで、どんどん行きましょう。9割が騙されている睡眠に関する誤解、4つ目は眠る努力をすべきだということです。よく寝床に入っても眠れない時に頑張って目をつむって寝続けようとしてしまう方々がいるんですが、これをやっていると睡眠の質が徐々に下がっていくので、基本的にはやらない方が賢明です。実は起きたままずっとベッドの上にいると、人間の脳は不眠体験とベッドを結びつけてしまうようになります。すると今日も眠れないんじゃないかとストレスを強く感じるようになり、それに伴って不眠がどんどん加速してしまいますので、ベッドに入ってから15分間以上眠れない場合は別室で読書などをして過ごし、再度眠気が来てからベッドに入るようにすると、次第に不眠が解消されて睡眠の質は向上していくと思います。特に不眠症になってしまう方々の多くは、逆に眠りを大切にしすぎてしまう傾向があるので、15分眠れなかったら一旦起きてしまえばいいやとか、睡眠時間が短くなったところで死ぬことはないと楽観的すぎるぐらいに考えていくことで、徐々に眠れていくのではないかと思います。というわけで、ラスト、9割が騙されている睡眠に関する誤解、5つ目はスムーズ機能を用いるということです。人間は朝起きるときに覚醒ホルモンコルチゾールを分泌することで、体内でエネルギーをガンガン作り出して脳を覚醒状態にしていきます。それにもかかわらず、毎日2度寝3度寝を繰り返していると、覚醒ホルモンコルチゾールの分泌が次第に適切に行えなくなってしまい、朝起きられない体になってしまう可能性があります。したがって、まだ2度寝くらいであれば全然健康には問題はないと思いますが、3度寝4度寝と永遠に眠り続けてしまうことだけは絶対に避けていきましょう。というわけで、以上の5点の睡眠にまつわる誤解を今まで信じてしまっていたよという方々は、今からでも全然遅くはないので、しっかりと改善していただくことで、今日から朝まで泥のように眠れる最高の睡眠を手に入れてみたいかがでしょうか。待ってるぜ、これ返してるとブローンボスさんの苦しいです。春でご視聴ありがとうございました。